こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはスパロボ F 完結編で倉庫版になりやすい機体。これを重機ピックアップして紹介していくわ。重機って難しくないか？というと？だってスパロボって、マップに出せる機体の方が少ないだろ。まあそうね。なので今回は明らかに弱すぎる機体はカウントせず、主役級、もしくは準主役級の機体なのに弱くて使えないって機体。そういうのを選んでいこうと思うわ。なるほどな。しかし F 完結編ってなんでこんなに難しい、機体格差が大きいって言われるんだ？最初にそこんとこ軽く紹介しておきますか。ポイントは防御と命中、飛型適性。まず防御力についてなんだけど、この頃のスパロボってパイロットに防御のステータスがないの。ステータス自体がなかったのか。そうなるとどうなるか。レベルが上がれば射撃や格闘能力が上がり、それがダメージに直結していくわ。しかし基本の防御面は最後まで走行と気力だけで計算されていくので、後半になればなるほど攻撃と防御の格差が大きくなっていくの。防御の成長が攻撃の成長に追いつかないんだな。そして命中の面。この頃は機体の運動性が回避だけなく攻撃の際の命中率にも関係してたわ。そのため、機体の運動性が低いと雑魚にも当てられない。強力な機体が多く登場する F 完結編だとそれが顕著になるわね。最後に地形適性。よく地形適性が B だと。って話してたじゃない？スーパー系は宇宙適性が低いって話だな。この地形適性が A か B かってかなり大きな差になるの。具体的には、パイロット及び機体の両方が A なら、その地形での攻撃力は 120% となり、どちらか片方が B、もしくは両方が B の場合は 100% となる。こういう計算式なの。B って別に攻撃力が下がるわけじゃないのか。むしろ、A だと大きく補正が入るってこと。まあ A を基本としてみれば、実質弱体補正が入ってるとも言えるけど。で、地上 A 宇宙 B のスーパー系が宇宙で思ったほどダメージが出ないのはこのためで、ガンダム勢は地上も宇宙も A って機体がほとんどなので、ここで差がついちゃうわけね。一方で、地形適性は回避命中には一切影響してこないわ。暗礁機体とかコロニーとかの地形効果は別としてね。今までの話をトータルすると、運動性が高くて地形適性も高い。そういう機体ほど強いってことになるな。そんなわけで、MSJ が猛威を振るいスーパー系が苦労するってわけよ。NT の補正とか不高い行動レベルとかもあるしね。なるほどな。まあこの辺を踏まえて機体も見ていってほしいわ。まず紹介するのはグレートマジンガー。早速スーパー系だな。でも、序盤は結構頼れる機体なの。装甲は加入した段階ですでにマジンカイザー並みだし、武装も豊富で、攻撃力も高いわ。ただ、グレートには強力なライバルがいるのよね。マジンカイザーだな。そう、マジンカイザーが加入してくるわ。また、マジンカイザーを取らない場合、マジンガー Z が強化されるわ。この2機と比べた場合、機体の基本性能はまだ張り合えるんだけど、武装がちょっときついわね。グレートって言うと、サンダーブレイクとかグレートブースターとかか。マジンカイザーには無消費で高威力のショルダースライサーがあるし、強化マジンガーは、ロケットパンチをフル改造することで、大車輪ロケットパンチが追加されるわ。これは威力がグレートブースター並みで、射程が6までとかなり長く、それでいて消費 EN が10という、めちゃくちゃ使いやすい武器なの。これらと比べると、EN 消費が激しく射程も短いサンダーブレイク。射程はそこそこあるし威力も高いけど1発しか撃てないグレートブースター。これらはちょっと使いにくく見えちゃうわね。そう言われるとちょっと一歩遅れてる感じに見えてくるな。徹夜は一通り戦闘用精神が揃ってるけど、今作の工事は覚醒を覚えるわ。加えて、性格の面でも工事は強気で気力が上がりやすく、パイロット面で見てもマジンガーの方を使いたくなるわねー。まあ乗り換えが自由ではあるんだけど、マジンガー勢は自由に乗り換えられるのが強みの一つでもあるもんな。そういう意味だと、ボスボロットやリューナスで、修理補給を使ってレベル上げって戦法も今作では有効なので、下手するとグレートより出番あるかもしれないわね。続いてもスーパー系から大ターン3よ。大ターンってスーパー系の中でも強い印象があるけどな。今作の大ターンはちょっと使いにくいとこがあるわね。盤上及び大ターンは宇宙 A なので宇宙でも問題ないってのはいい点。ただ、他の作品と比べると特に盤上の弱体化が目立つわ。まず、多くの作品で盤上の強みだった魂がなくなってること。3アタックの威力も少し抑えめで、全体的な破壊力が落ちてるわ。そしてやはり、一人乗りっていうのがだんだん効いてくるわね。他のスーパー系はゲッターだったりコンバトラーやダンクーが、豪将軍など複数人乗りの機体の方が多いわ。そんな中最後まで一人乗りなので、精神コマンドの面で不利なのよね。貴重な宇宙 A なのに。シールドもあるし HP もあるし、弱いってこともないんだけど、
突出した強さもないので、他の機体にとって代わられることも、珍しくない、そんな感じかしらねえ。印象が薄くなっちゃったんだな。ただストーリー上はかなり目立ってて、インターミッションではバンジョーが率先して喋るし、初登場シナリオではギャリソンが大ターンにワックス掛けをしてて、自分が戦ってるのになかなか出てこないとか、そういう目立ち方はしてるわ。戦力として目立って欲しかったぜ。続いては豪将軍ね。これもよくネタにされてるよな。オープニングで宇宙スペースナンバーワンって歌ってるのに、宇宙 B じゃないかってね。実際は、機体の宇宙適性は A で、パイロットの信号が宇宙 B ということ。まあトータル宇宙 B ではあるけど、攻撃の面で少し辛いってことか。武装の大半が射撃武器なんだけど、信号は格闘機の方が高いのももったいないわね。武器の中では、射程が6までのスペースバズーカ、射程7まであるゴーフラッシャー、そして、フル改造したら追加されるマップ版ゴーフラッシャー。これら性能自体は強力ね。特にマップ版ゴーフラッシャーは扇形に発射される上に、敵味方識別がついてるわ。このおかげで乱戦の中でも多くの敵に当てやすいわよ。昔のマップ兵器はやっぱ強いな。ただゴーフラッシャーは通常版で気力が130、マップ版だと140も必要になるわね。キリーは気合を持ってるけど、この高さはちょっと重いわ。EN 消費も重いだろうし、あんま気軽に使えないな。また、遠距離型ってことは MSJ と比較されるわ。そうなると、より燃費も射程もゴーフラッシャーより良くて、宇宙適性の高い機体がゴロゴロ出てきちゃうわけ。そこと競うのは辛いな確かに。信号の不高い行動可能レベルが75という、スーパー系の中でも図抜けて高いのも痛いわ。ってことで、レギュラー落ちもしばしばあるって感じね。これは3期まとめて、になるわね。エヴァもこれが初参戦か？ F、F 完結編が初参戦ね。ただこの時はまだ新劇場版の公開される遥か前、疑似進化などの強化形態もなく、合体攻撃もないので、武装面がかなり厳しいってのが、F 完結編でエヴァが辛い理由ね。初号機にはスナイパーライフルとかなかったっけ？あるんだけど、イベント限定なの。通常時は、最強武器がプログレッシブナイフね。そもそもあれ必殺って感じじゃないだろ。マックスまで改造すれば4000ぐらいの威力になるけど、無改造でそのぐらい威力ある武器持ってる機体もあるしねー。2号機はナイフより強い武装が2つほどあるけど、どちらも射程1で威力もちょっとしか変わらないわ。いくら AT フィールドがあってもな。エヴァのパイロットたちはシンクロ率によって、攻撃や回避命中に補正は入るんだけどそれがあったとて、なかなか厳しいわね。また AT フィールドも、最初に言った通り、防御面が後半追いつかなくなってきて、雑魚 MS にも破られ出しちゃうわ。そうなると確かに使いにくいな。もちろん宇宙 B だし、一応初号機は S2 機関によって EN の心配がなくなるけど、そもそもそんなに消費しないし、今んとこいいとこあんまないな。序盤は AT フィールド結構頼りになるんだけどね。続いては隠し機体でもあるシズラーブラックよ。F 艦のガンバスターって結構強いみたいな話聞いた気がするぜ。ガンバスターはかなり強いわね。加入がめちゃくちゃ遅いってことぐらいで機体性能はかなりのものよ。シズラーブラックはそれよりもかなり早く加入してくれるし、性能はガンバスターを一回りスケールダウンした感じで、こちらもかなりの高性能機。それが倉庫版になっちゃうのか？ひたすら惜しいんだけど、ユングの精神コマンドが問題なの。ユングが覚えるのは、根性、努力、ひらめき、集中、加速そして手加減。熱血とか持ってないのかよ。そうなのよ。また、シズラーは結構運動性があるとはいえ、必中がないのもちょっと怖いわね。ってことでダメージや命中の面で少し不安定なの。逆に、熱血でも持ってたら一気にレギュラー入りしてたのか。シズラーは装甲も厚く、運動性もフル改造で180まで伸びるし、ジャコビに優勢アタックは消費 EN30 ながら、最大5500まで伸ばせるわ。かなり強いな。なので、雑魚相手に使う分には全然問題ないというか、結構使っていける機体なんだけど、肝心のボスクラス相手だとパンチ力に欠けてきちゃうわ。ってことで弱くはないけど積極的に使うこともない。倉庫行きになっちゃうわね。続いては魔装鬼神からザムジード。ミオの機体だな。ぶっちゃけ、F 艦の魔装鬼神って全体的にちょっと微妙な性能で、スーパーというには脆く、パンチ力がなく、リアルほど避けもしないという感じ。全員マップ兵器持ってるってぐらい、そんな中でも一段落ちるのがこのザムジードなの。他の作品では割と強かった記憶もあるけどな。まず武装、マップ兵器のレゾナンスクエイクはまあいいし、無消費の超振動剣もある。ただ最強武器がハイファミリアってのがね。それが最強武器なのかよ。ゴロウニュードウマサムネとかミサイルとかはないわ。ってことで、ガッテスやグランベール、バルシオーネと比べても火力が一段下。
一応地中に潜れるって貴重な能力はあるんだけど、終盤の宇宙では役に立たないし、さらに、ミオの精神も問題。覚醒や脱力、友情などを覚えるのはいいんだけれど、必中やひらめき、熱血もないので、戦闘はかなり厳しいわね。ユングと同じパターンか。それでいて、終盤に加入なので入ってきてもそのまま倉庫版ってことになりやすいわね。後の作品でいかに強化されたか、ってことだな。最強武器もそうだし精神のラインナップもね。ここからはリアル系、ガンダム系を紹介していくわ。まずはデンドロビウムよ。光があんま強くなかったのは知ってるけど、デンドロビウムもか？そうなのよね。まず、HP が最初から1万近い高さなのはいいんだけど、装甲はあんま熱くないし、何より運動性がかなり低いわ。大ターンと変わらないぐらいね。なので、それほど硬くないし避けられないっていう期待。辛い。武装もかなり貧弱よ。マップ兵器は2つあるけど、どちらも威力が低く、弾数も少ないので使いにくいし、最強武器のメガビーム砲でもゼータとかリガビと変わらない火力。原作みたいに大暴れはできないわね。そこが弱かったらいいとこなしじゃないか。加入自体は早いんだけど、序盤の地上マップなどには出撃させられないし、貴重なミノフスキークラフトを託すほどでもないし、ってことで倉庫に眠ることが多いわね。やむなしだな。ちなみにライバル機であるノイエジールは、なぜか運動性がデンドロビウムの倍近い高さになってて、機体性能はもちろん武器の威力も含めて完全な上位互換ね。ただこちらも限界反応がかなり低いので、ニュータイプを乗せて無双ってのは難しいわ。なんかスパロボだとノイエジールっていつも強くないか？確かに隠しで加入すると大抵強い気がするわ。まあデンドロビウム及び光が強化されるのは、この後のアルファシリーズ入ったあたりからになるわね。続いてはおなじみゼータガンダムよ。これも倉庫行きなのか？ゼータ自体は F の頃から結構活躍する機体ではあるわ。オーラバリアを貫通させられる威力のハイパーメガランチャーもあるし、元々の運動性も割とあるしね。ただ、F 完結編に入ってくるとその性能が徐々に見劣りしてきて、上位互換とも言える機体がゴロゴロ出てきちゃうの。ゴロゴロってほど入ってくるのか。まず、F91 に登場したビギナギナ。運動性はゼータより15高く、最強武器のビームランチャーは、ハイパーメガランチャーより射程が1長く、威力は変わらないわ。直球で上位互換だな。また、隠しとかでなく普通に加入するフルアーマー100式回。こちらにはマップ兵器のロングメガバスターがあり、最強武器はこれまた射程が長く、威力も高くなってるわ。運動性もビギナギナと同じ値ね。一応ゼータの世代の機体じゃないのかよ。そして、サザビー。言うまでもなくファンネル持ちで、運動性はさらに高く、ファンネルはフル改造すればマップ版が追加されるわ。もう一機、ヤクト動画もあるわね。こちらはサザビーを一回り弱体化させた感じだけど、ファンネル、マップ版ファンネルももちろんあるわ。こういう機体がいるのに、ゼータを育ててく理由があんまないってことか。カミーユ自体は強いパイロットなので、強力な MS に乗せた方がいいわ。でもそれはゼータではないかも、ってことになるわね。世知辛いぜ。ゼータも、この後の作品で、ウェイブライダー突撃が追加されたり、バイオセンサーが特殊能力に追加されたり、ゼータでも最後まで戦えるような調整が入っていったわね。この頃はそれじゃきつかったんだな。頑張って改造すれば最後までいけなくもないけど、だったら強い機体使えよってなっちゃうわね。続いては、G ガンダムからノーベルガンダムよ。なんか意外な選出だな。貴重なモビルファイターなのに弱いのかよ。まず運動性がゼータよりも低いし、HP や装甲も普通の MS よりちょっと多いかなぐらい。それでいて、最大射程は3。ほとんどの武装が射程1。最強武器のビームリボンは頑張ってフル改造しても、威力が4000に届かないわ。アレンビーも弱いってこともないけど、かといって機体の性能を補えるほど能力が高いわけでもなく、後の作品ではおなじみの合体攻撃もないし、バーサーカーモードは敵の時にしかない。ってことで、いいとこがほとんどないわ。そら倉庫版になっちゃうな。敵としてバーサーカーモードが発動したノーベルガンダムは、運動性も武器の威力もぐっと上がり、何より、不可解行動してくるのよね。通常のアレンビーが不可解行動するには、レベルを56とかなり上げなきゃいけないんだけど、ノーベルガンダムの性能だとなかなか厳しいわね。敵だと結構手強いのに味方だとあんまり強くないタイプか。まあ、一応宇宙衛なんだけど、よほど愛がないと最後まで使うのは厳しいわね。最後に紹介するのはこの機体。F 完結編のウィングガンダム勢はかなりきついって話は有名だよな。そうね。まず味方に入れるまでが隠し要素。これもフラグ立てるの結構大変ね。そうしてようやく仲間になるんだけれど、F の序盤に苦しめられた火力や装甲の硬さは、F 完結編の頃にはむしろ低い部類になり、何より、
パイロットの能力がそれに拍車をかけてるわね。例えば、ヒーローとカミーユの能力を比較してみると、回避では50以上の差が、命中も30以上、射撃や反応も10以上差があり、それでいてゼータとウィングは運動性20の差。さすがに武装はウィングの方が強いけれど、パイロットの差がここまで開いてると、同じリアル系でもだいぶ変わってきちゃうわね。おまけにニュータイプの補正があるわけだろ？そういうことね。さらに、精神コマンドの一つがあまり使わない自爆で埋まってること。これももったいないわね。どう使えばいいのか。ルート限定で隠しとして手に入るゼロ。そこからさらにフラグと選択で手に入るゼロカスタム。ここまで来れば、むしろ機体の性能に引っ張られて戦えるようになるわ。ただそれも終盤の本当に終盤だけ。頑張って味方にしても活躍できる場面はかなり少ないってのが、F 完結編におけるウィングガンダムなの。とほほ、かわいそうだぜ。これでもウィングはまだマシな方で、他の機体たちは加入の遅さに対して機体のスペックが完全に見合ってなくて、強制出撃以外で使うことはほとんどないでしょうね。不遇とはまさにこのことだな。というわけでここまで、F 完結編における、倉庫版になりやすい機体を紹介してきたわ。なんかジムとかみたいなのが倉庫版はまあ当然かなって思うけど、こういう主役機とかが思った以上に弱くて倉庫版ってのもスパロボらしいのかもな。今は育成の幅が広くて、いくらでも改造育成で強化できるからここまでの格差がつくことはないわね。めちゃ強い機体と強い機体あと普通の機体がいるぐらい、ゲームとしてはどっちの方が楽しいんだろうか。気軽に楽しめるのは最近のでしょうね。歯応えを求めるなら昔のか。ただ、それでも好きなロボットが弱かったら悲しいわよね。愛を持って耐え忍ぶ時代だったんだな。というわけで今回はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。